はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、カクテル、チューハイですね。ソーダ仕立ての梅酒カクテル、白桃となってます。アルコール度数がなんと 3%。ひっく。俺なんでこれ買ったんだろう。俺 3% 以下は買わないはずなんだけど。間違えて買ったな、これ。札幌です。果汁が 1%。原材料が梅と桃とウォッカと糖類と酸味料と香料と酸化防止剤となってます。これ珍しいですね。梅酒カクテルって梅で、桃、梅と桃でしょ？いや、これ度数高ければうまいんじゃない？意外と。これいつ買ったか覚えてねえんだよ。2017年。あ、大丈夫。じゃあ乾杯。なんだろう。あ、なんだろう、この感じ。まあ、やっぱ 3% なんでほとんどジュースですね。うん。なんか、梅の、バイスかなんかの香りと、まあ、ネクター的な、ジュース的なやつの。桃のネクターの味で、香りが梅ですね。うん。うん。うん。まあ、いやでも、ほんのり酸っぱいというか、酸っぱいや、梅の味はしっかりしてるし、まあ、アルコール度数 3% なんで、まあ、見た目からして女性向けなんでしょ。女性がターゲットなんですよ。うん、まあ、ほとんどジュースですね。うん。まあでも、梅と桃なんで、珍しい組み合わせ。うん。美味しいです。確かに。まあ美味しいけど、アルコール度数少ないんで、まあジュースですね。うん。これだと、ほとんどジュースを買って飲んでるレベルなんで、ちょっとあれだな。なんだろう、物足りない。物足りないって感じですね。これはちょっと、ジュースすぎるな。結構甘いしな。結構甘いっていうか、かなり甘めです。香り。これは、別に買う必要ないでしょう、これは。3443です。ご視聴ありがとうございました。